皆さん、こんにちは。セブン L4WVU です。前回の無電源ラジオは、40km 離れたところに移動してスカイツリーの放送を受信できました。自宅は、ロケーションが悪いため、実験は、どうしても移動での受信となります。そこで、移動が少しでも楽なように、小型化を図りました。小型の缶というと缶コーヒーが思い浮かびましたので、早速、作ってみました。製作は、前のものと同じように、内部にコイルとバリコンを配置しました。まず、缶は、缶切りを使って片側をくり抜きます。コイルは、直径1ミリのポリウレタン線を使用。バリコンは奥の方に配置されるので取り付けが難しいのですが、なんとか取り付けられました。選曲は、最終的に、バーニアダイヤルをつけましたが、写真のように、減速機構がなくても十分選曲可能です。回路は、いろいろ実験して前回から少し変更しています。まず、同調回路は、写真のようにアンテナアナライザーを使って FM 帯で共振するか確認します。次に、研磨コイルは、直径が小さくなったこともあり、1ターンでは感度が取れず、実験で求めました。最終的に、5ターンくらいで感度が良くなりました。感度は、前回同様、-30dBm の信号が聞こえるくらいになりました。前回の動画で説明を忘れていたのですが、ラジオに使用している研磨ダイオードは、FM 無電源ラジオで高感度を得るにはかなり重要です。このグラフは、入手できそうなものを自分で測定してみたものです。私は、UHF ミキサーなどで使われている NJRC の HS1926 を使用していますが、1N60 と同程度の HK60 などと比べてもかなり差があり、聞いて比較すると 5dB 以上差があるように思います。空き付き電子で入手できる BATE43 も近い特性なので十分使えると思います。また、海外では D310 というダイオードが良いと言われており、これは愛天堂で購入可能です。フィールド実験は、スカイツリーから 30km くらい離れた小高い丘の上で行いました。写真の前方は、高台になっているのですが、天気のいい日は、スカイツリーの先がギリギリ、見えるロケーションです。アンテナは、フルサイズのダイポールアンテナをカメラの三脚に固定しています。受信状況は、動画でご覧ください。ここで、動画で録音するために LM386 の音声アンプを使用しています。月曜日以降は雨の降る日が多くなるでしょう。また昨日、日本のはるか南の海上で台風21号が発生しました。台風は来週の中頃には沖縄の南に進む予想で、その後の進路はまだ定まっていないため、今後の情報に注意が必要です。以上、デザインコメーションでした。我が家は いかがだったでしょうか。ラジオが缶コーヒーサイズになったので、カバンに入れて移動受信が楽しめるようになりました。このラジオをもって、50km 離れた高尾山頂でもスカイツリーの受信ができました。さらに小型化もできそうですが、実用になりそうなラジオができたので、現時点で、この実験は終わりにしたいと思います。それでは、動画のご視聴ありがとうございました。
よろしければ、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。